米大リーグワールドシリーズ第2戦ドジャース4、2ヤンキース、26日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、動画、大谷翔平、盗塁失敗で負傷。立ち上がれず、ドジャース大谷翔平投手、30、が26日、日本時間27日、山本由伸投手、26、が先発したワールドシリーズ第2戦の本拠地ヤンキース戦に、1番、指名打者でスタメン出場し、 2投を試みてスライディングした際に左肩を負傷した。アクシデントが起きたのは4対1で3点をリードした7回。3打席目までは中飛、空振り三振、ユーロと無安打に抑え込まれていたが、1思走者なしで子球を選んで出塁。2思1塁、T、ヘルナンデスの打席の初球で2投を試みたが、タッチアウトになった。スライディングをして2塁に滑り込んだ際に、左肩を痛めたようで、 しばらく立ち上がれずに表情を曇らせると、トレーナーらが向かい、くもん、くもん、の表情を見せたまま、トレーナーに支えられるようにしてベンチ裏に下がっていった。ベンチに姿を見せることなく、試合終了2分後には私服に着替えてキロに着いた大谷。病院に直行した可能性もありそうだ。 試合は先発した山本が7回途中1安打1失点と回答して日本人では07年松坂以来2人目の勝利投手になった。打線は3から5番の T ヘルナンデス、フリーマン、エドマンが揃って本塁打を放って4点を奪って2連勝とした。今季は54本塁打、130打点で2冠王に輝き、打率3割1分、59投塁もリーグ2位だった大谷。 史上6人目の40、40、40本塁打 &40 盗塁を達成しただけでなく史上初の50マイナス0に到達して54から59まで数字を伸ばし日本人初のトリプルスリー3割30本塁打30盗塁も記録した。ポストシーズンでもここまで全13試合に1番指名打者でフル出場。 50打数13安打の打率2割6分、3本塁打、10打点の成績を残し、チームを引っ張っている。